FC 琉球は日本の沖縄市を中心とする沖縄県全県をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するサッカークラブである。2003年に創設。2013年に J リーグ準加盟クラブとして承認され、2014年に J リーグに入会した。運営法人は琉球フットボールクラブ株式会社である。 クラブ名は、沖縄本島を中心に存在した琉球王国に由来している。エンブレムは、アウン、ウンの呼吸を表す。タイのシーサーと琉球王国の王冠などをモチーフとしている。マスコットはジンベイニョである。なお、2009年から2013年までは、石垣市出身の元ボクシング世界王者のグシケン・ヨ洋コをモデルとしたグシケン君を用いていた。 シアリーディングチームは琉球ボマーズ。試合前やハーフタイムでのパフォーマンスを通じてゲームや試合会場の盛り上げに貢献している。ホームスタジアムは沖縄市のタッピック喧騒ヒアゴンスタジアム。クラブ事務所は沖縄市安、吉田の本社の他に那覇市大野山城に那覇事務所を置く。主な練習場は八重瀬町の小チヒ運動公園サッカー場。 中城村の基地の裏公園を収まる陸上競技場南城市の南城市陸上競技場の3カ所である2003年2月沖縄初の J リーグ参入を目指すサッカークラブとして創設沖縄狩牛 FC を一斉対談した選手らにより結成された初代監督にギ野湾市出身の新里博とが選手兼任で就任沖縄県社会人 サッカーリーグ3部に優勝。同年6月の沖縄県社会人、サッカー選手権優勝が、クラブにとって初タイトルとなった。2004年、沖縄県サッカー協会社会人連盟の推薦により、県リーグ一部へ飛び級での参入が認められた。監督に、元日本代表のヨナグスクジョージが就任、県リーグ一部で優勝を果たす。九州各県リーグ決勝大会は、 決勝で有明 SC を破って優勝した。さらに天皇杯に初めて出場し、初勝利も挙げた。2005年、九州サッカーリーグは2位。全国社会人サッカー選手権大会は2回戦で敗れたが、第29回全国地域リーグ決勝大会で優勝。その後、日本フットボールリーグ入会が承認され、沖縄県のサッカークラブとして、 初の全国リーグ参戦となった。2006年7月、元 U-23 日本代表の石川康氏がゼネラルマネージャーに就任した。リーグ戦は14位の成績であったが、ベストサポーター賞を受賞した。シーズン終了後に、ヨナグスクが監督を退任した。2007年、本ン FC 元監督の吉澤秀夫が監督に就任した一方で、6月に、 石川が GM を退任。リーグ戦は広角圏内の17位で終えたが、レギュレーション変更により JFL に残留した。シーズン終了後に吉沢が監督を退任した。2008年日本代表元監督のフィリップ・トルシエが総監督、ブルキナファソ代表元監督のジャンポール・ラビエが監督に就任。元日本代表の山下義樹が加入した。 1>, 1月に J リーグ準加盟申請を行ったが、同2月19日に開かれた、社団法人日本プロサッカーリーグの理事会において、運営体制の未確立、スタジアム等設備条件の不備を理由に、認められなかった。リーグ戦は入れ替え宣言内の16位で終えたが、昨年同様レギュレーション変更により、JFL に残留した。シーズン終了後にラビエが監督を退任した。 2009年1月、初代監督で、コーチのニーサと広幸が監督に就任。リーグ戦は、入れ替え戦圏内の16位で終えたが、レギュレーション変更により、JFL に残留した。12月、株式会社琉球スポーツキングダムから坂木原、信幸率いる、株式会社沖縄ドリームファクトリーへ経営権が、譲渡された。2010年ニーサと体制2年目。 リーグ戦は10位。天皇杯は2回戦で、千葉に敗北。2011年に佐と大成3年目。山下など6人が対談した一方、元日本代表のガナハ・カズキなど6人が入団した。2月に申請していた J リーグ準加盟の審議が行われたが、継続審議扱いとなった。リーグ戦は、開幕から11試合の成績が全チーム中トップとなり、 天皇杯の JFL シード権を獲得した。最終成績は9位。天皇杯は2回戦で、愛媛 FC に敗北。リーグ戦は9位の成績。シーズン終了後に、ニーサトが監督を退任した。2012年監督に、鳥取元監督の松田武雄が就任。リーグ戦は5月20日の佐川氏が FC 戦の、勝利以降ホームで勝てなくなり、10月27日の、 ホンダロック SC 戦の勝利まで7試合ホーム、未勝利となった。順位は前年と同じく9位。松田がシーズン終了後に監督を退任した。2013年監督に AC 長野パルセイロ元監督の札川良洋が就任した。9月、株式会社沖縄ドリームファクトリーから琉球フットボールクラブ株式会社へクラブの運営が移管された。 9月17日に J リーグ順加名クラブとして承認。11月19日に日本プロサッカーリーグの理事会で J リーグへの入会が承認され、2014年からの J3 リーグ参加が決定。沖縄初の J リーグ参入クラブが誕生した。リーグ戦の順位は11位。2014年クラブスローガン、J3 元年誰も見たことのない未来へ今までじゃない。今からだ。札川大成2年目。 ガナ・ハカズキがサヌキへ完全移籍するなど、半数以上の22人が契約満了により退団。年間成績は9位。2015年クラブスローガン、島魂札川大成3年目。川端和也ら10人が契約満了により退団した。新たに14人の選手が新加入したが、年間成績は昨年同様9位だった。シーズン途中には、 国学院久我山高校サッカーの監督を務めていた李彩家が GM に就任。シーズン終了後に監督の札家はコーチの小港隆信が退任した。なお、10月の J リーグ理事会で J3 クラブライセンスがクラブの財務面の状況をより精査する必要があるとの理由で継続審議となった。その後、11月17日開催の理事会で2016年度の J3 ライセンスが交付された。2016年クラブスローガン、全力琉球アカデミーダイレクター兼有マイナス15、監督を務めていた、金正成が監督に就任。中山里氏が引退するなど前年所属選手の3分の2以上に当たる19人が対談した。一方で、藤枝から、昨年の政治一系僕一系、東北一部 FC 岩獣岩手から浜田勝大が、 完全遺跡で加入。外国籍選手として、フアン、パブロ、レオナルドを獲得、高校生二人、大学生六人の新卒選手を獲得した。年間成績は12勝8分10敗の8位で、J3 加入後初の勝ち越し。2017年クラブスローガン、琉球琉修球,球,球金、小生体制二年目。田中圭太など9人が対談。一方で、カンジュガン、玉川義。 蔡平吉、キムヒョンボムが完全遺跡で加入。その他、中倉匠を含めた大学生5人が入団。平均年齢22.6歳になった。キャプテンは在籍4年目で最年長の MF、藤沢文隆が務めた。また、7月17日に、水戸から田中啓太が期限付き遺跡で加入。同月18日には、北沢剛が、 クラブアンバサダーに就任。8月9日に、スペインでのプレー経験を持つ中川風紀が加入した。運営会社の代表に、筆頭株主で、前年までのオフィシャルサプライヤーだった、マイターの日本代理店、イミオの代表取締役である、倉林啓史郎が就任した。また、オフィシャルサプライヤーはこの年からイミオのオリジナルブランドである、スフィーダに変更された。 開幕戦は、栃木と引き分け。第7節以降は、引き分けを挟み、第18節の長野戦で敗れるまで、10試合無敗を、記録。前半の17試合は6勝7分4敗の8位。後半戦はなかなか連勝が続かなかったが、最終成績は13勝11分8敗。勝ち点は50。過去最高の6位で終えた。天皇杯は1回戦で、 JFL の FC 今治に PK 戦で敗れた。9月26日に初めて J2 ライセンスが交付された。ホーム戦での勝率は38%。引き分けが11試合、2連勝は3度だけで3連勝以上がなかった。観客動員ではフロント、選手やスタッフを含めた地道な集客活動もあり、ホーム戦の平均入場者数は2508人で、昨季より、 約1000人増加。スポンサーにおいても、2016年度の56社から130社に増加した。2018年クラブスローガン、琉球上琉金、小生体制3年目。藤沢文隆、田辺圭介、斎藤隆二、前田博史といった、これまでチームの軸として活躍した主力選手らが去った一方で、新卒ルーキー4名のほか、 藤枝から毎シーズン13得点を挙げた、FW 江田元雄一郎、U、U-23 北朝鮮代表 MF、かなり順、YS 横浜から MF、小松俊太市、大宮から、元日本代表の FW ハリトリュージ、ノルウェーから、FW カルボンファーデルが加入した。2018年1月9日に行われた、新体制発表会で、監督の金、小生は、 j に昇格が実現したら、成功。3位なら、失敗。社長の倉林は、上位チームにも引けを取らないチームに仕上がってきたと、コメントした。1月18日には、ワセダユナイテッドとの新たな包括的業務提携の、締結。2月6日には、FC、琉球高等学院の4月開校。4月24日には、プロ卓球リーグ T リーグに参加する琉球アスティーだ。 との包括協定締結、同月27日には同じく沖縄県を拠点とするプロビーチサッカークラブソーマプライアとの包括協定締結が発表された。7月22日には E スポーツチーム FC 琉球の発足が発表された。序盤は第5節から4戦勝ちなしを喫するが、第9節で G 大阪 U-23 で5試合ぶりの勝ち星を 上げると、そこから10試合無敗となり、第17節に首位に浮上。第19節終了時点で10勝5分け3敗の勝ち点35、首位をキープして、夏場の1ヶ月の中断期間へ入ることになった。中断明けの後半戦では、第23節アウェイで、G 大阪 U-232 で敗れ、14試合ぶりの黒星を喫したものの、続く鹿児島。 沼津との上位対決で、いずれも安定した試合運びで勝利。11月3日、第30節群馬戦を4の2で勝利し、4節3試合を残して、クラブ創設15年目、J3 参入5年目にして、初の J3 優勝、J2 昇格を果たした。4節3試合残しての優勝、昇格決定は、J3 リーグ最速となった。ホームゲーム最終戦となる。 第33節相模原戦25の位で勝利し、ホームゲーム7連勝、かつ、J3 リーグでは初、全カテゴリー通算でも2006年 J1 で、浦和が達成して、以来に例名となる、ホームゲーム年間無敗でシーズンを終えた。シーズン終了後、金賞成が監督を退任した。天皇杯は1回戦で、FC 今治に、PK 戦で敗れた。2019年クラブスローガン、 琉球襲来前 YS 横浜監督の樋口、安志洋が監督に就任。僕一慶、富樫雄太、枝本雄一郎、滝沢周平、僕年本が遺跡、奥宮大地、張戸隆二などが対談した。一方、田中圭太、ダニーカルバハル、福井良二、岡崎良平、荒井淳平、西川翔吾、鈴木隆風間博樹など J1、または、 J2 在籍経験のある選手、上里一章、上原真也の沖縄出身選手などが移籍加入したほか、2017年に特別指定選手として在籍、出場経験のあるギ康幸英 A など5人が大学、高校から新加入した。さらに、琉球 U-18 から4選手が昇格した。1月9日に行われた新体制発表会で監督の樋口は、 難しいシーズンになると思いますが、攻めるサッカーで勝っていきたいと述べた。2019年4月26日に行われた第6回、定時株主総会並びに、取締役会で J1 ライセンス取得そして J1 昇格の目標に向けて、さらなる経営力強化に向け、二人代表制を採用。6月1日付で代表取締役社長の倉林が取締役会長となり、 取締役の三上が代表取締役社長に、同じく取締役の広崎が代表取締役副社長兼スポーツダイレクターに就任することになった。2019年6月27日、エアトリより投資を受け、資本業務提携を発表。シーズン開幕4連勝を達成し、さらに前シーズンから続いていたホーム試合連続負けなしを、 J リーグ記録更新まで継続するなど好調が続いたが、一方でシーズン開幕直後に中川風紀、シーズン中盤の移籍期間に鈴木隆和田亮、マスタニコスケが移籍し、中盤戦では連敗が続く時期もあった。その後はシーズン途中で獲得した小野慎治、鳥海優や風間博士や山田博斗などがフィットし成績が向上。 J2 初年度を13勝10分19敗の14位で終えた。2020年クラブスローガン、リバイブ琉球最高。日口大成2年目。詳細は FC 琉球の年度別成績一覧を参照育成組織として一家のチームを保有する。また、2018年には J リーグのクラブとしては初めてとなる学校、FC 琉球高等学院を設立した。 通信制高校の鹿島朝日高等学校と提携し、同校の高等学校卒業資格を得られるとしている。なお、堀江貴文が設立したサポート校、ゼロ高等学院は FC、琉球高等学院を参考にしたという。ホームスタジアムは沖縄市のタッピック建装費やゴンスタジアムである。2014年までは、同じ沖縄市の沖縄市陸上競技場を主たる。 ホームスタジアムとして、複数のスタジアムを使用していた。過去のホームゲーム開催スタジアムは、FC 琉球の年度別成績一覧、年度別入場者数を参照のこと。主な練習場は、八重瀬町のこち平運動公園サッカー場、中城村の基地の裏公園をさまる、陸上競技場南城市の南城市陸上競技場の3カ所。2019年6月17日、 八重瀬町は、同町役場で会見を開き、J1 ライセンス取得に必要となる施設を備えた練習拠点を、ぐしかみ運動公園陸上競技場に置くと発表した。県の事業により、2023年に沖縄県営大山公園内に J1 企画のスタジアムが開業する予定で、クラブ側は、スタジアムと同じ沖縄本島南部に位置する八重瀬町と協力し、 クラブハウスや専用練習場を整備することを決めた。同調スポーツ振興課によると、両社は今後も競技を重ね、具体的な整備について検討していく。三上社長は、ライセンス取得は、選手のモチベーションアップにつながる。沖縄を熱狂させたい、地域社会に貢献していきたい。熱狂を作り、沖縄のアイデンティティを高めるクラブを目指すと述べ、荒垣康弘町長は、 町は少年サッカーが盛んで県のスタジアム計画がある中とも近い。地元のクラブが J1 を目指していけば県全体が盛り上がる。町も一緒になって夢を追いながら機運を盛り上げたいと語った。その後、八重瀬町はサッカーグラウンド、クラブハウス、大型普通自動車が250台駐車可能な駐車場の整備を明らかにした。2020年度から 敷地の測量に入り、2021年度内に工事を終えて、22年度の運用開始を目指す。クラブハウスのうち、クラブ専用となる部分は、クラブ側の負担で整備し、公園内にある既存の管理棟も改修する。なお、グラウンドやクラブハウスの掃除業費は、およそ10億円規模になると見られている。ベンガラベンガラは、深みのある暗赤色で、伝統ある。 琉球文化を継承し、熱く燃える、闘争心を表す。ニューヨークで活躍する現代アーティストの名前ザー・クリスと2017シーズンにより FC 琉球のクリエイティブディレクターに就任した吉田ロベルトによる共同デザイン。アメリカと融合した独自の文化を持つ沖縄の文脈をジーンズをモチーフにしたデザインへ表現している。2017シーズンと同様。 吉田ロベルトによるデザイン。ファーストは、クラブカラーである深みのある赤色イコールベンガラ色で、あり、伝統ある、琉球文化を継承し、熱く燃える、闘争心を表現。セカンドは、沖縄の澄んだ海と空の色を、ナチュラルブルーで表現。ボーダーで入るグラフィックは、沖縄伝統の琉球瓶型からインスパイアされ、2017シーズンに引き続き現代アーティスト、 生井沢クリスによる作品を使用。肩には沖縄の守り神であるシーサーがタイになり、勝利を呼び込み決して離さないことを象徴している。2018シーズンと同様、吉田ロベルトが沖縄まで沖縄メイドをコンセプトに、躍動感にある沖縄の守り神、シーサーと琉球王朝の時代から、現在の沖縄に伝わる伝統柄、ミンサーを随所に取り入れ、 沖縄らしさをストレートに表現。琉球魂、ウチナースピリットを落とし込んでいる。2018.2019シーズンと同様、吉田ロベルトが沖縄を代表する伝統的な琉球瓶型とカモフラージュダズル名彩をミックスし、オリジナリティあふれる名彩柄とした。襟裏には、プライドオブ琉球の文字が入る。また、 11月29日の東京ベルディ線と12月3日の津営源金沢線では COVID-19 感染拡大を食い止める医療従事者への感謝と敬意を込めてチームカラーをブルーに変えたチャリティーユニフォームを披露。クラブとしてのユニフォームではなく新型コロナウイルスからの勝利を信じ沖縄県の復興を願うすべての人と位置づけクラウドファンディングサイトキャンプファイヤーの グッドモーニングを通じての購入で社会貢献活動を呼びかけている注射失点琉球フットボールクラブに関するカテゴリーありがとうございます。